どうも、縫い物おうち萌え暮らし小寺寺です。ガズさんの、ラジオでもお伝えしてると思うんですけど、昨日から博多に来てまして、で、ですね、今日は2日目なんですけど、昨日ね、その、博多の HMV で、簡単ウクレレ、ソングブック5の発売記念イベントがあって、それに私も一緒に参加させていただいて、で今日2日目なんですけども、今日はですね、糸島に行ってきまして、で糸島の様子はまたね、動画でお伝えさせていただこうかなと思うんですが、本当ね、とにかく今日は暑い、昨日も暑かったんですけど、南信州と比べると多分こっちの方が暑い、まあ、当たり前なんですけど ね、 そのね、場所的な問題もあってね、なんだけど、だけどね、暑いんですけど風がね結構通る感じ で、 で動画を見てらっしゃる方はここね結構素敵な場所だと思うんですが、ホテルの1階のね中庭みたいな感じになっていて、で後ろにね、アンドっていう文字が1個あると思うんですけど、アンドホテルっていうところに今泊まっていて、結構ねシンプルなんだけどすごくすっきりしていて、でセンスがね私に合っていて、いい心地よい時間をね過ごさせてもらってますという感じです。で、このラジオは私、縫い物時間という YouTube チャンネルで、縫い物をただするだけじゃなくって、作っている時の時間とか、あとはどんどん物が変わっていく時の、ちょっとね、もえっとしたワクワクした感じなのをお伝えさせていただいている私、小杖と言いますが、そんな私と、あとは、ガズレレという YouTube チャンネルで、音楽を聴くのは最高だけど、やるのはもっと最高だよ。みんなも自分でやる音楽を自分の暮らしに取り入れようよということを発信しているガズさんとの、暮らしの出来事や、あとは、縫い物のこと、もう一つ大好きなお家のこと、DIY とか、あとはその部屋の模様替えとか、お手入れとか、そんな感じのことをお伝えしている、ラジオです。で、スタンド FM で配信させていただいているんですけども、動画では縫い物時間でも同じように、絵的にね、ちょっとこう、たまにこう、物もお見せしたりするので、同時に配信をしています。で、お知らせなんですけれども、じゃん、今動画ではお見せできてるんですが、縫い物時間店 in 東京、これチラシをね、ちょっと、今日持ってるんですけども、10月の20、21、22の3日間で吉祥寺で、開催されますので、ぜひぜひ、お越しになれそうな方はチェックしていただけると嬉しいです。でですね、昨日その、ガズレレのね、イベントがあって、そこにフェルケーターさんが何人かね、もう行きますっていうふうにね、事前に教えてくださってたので、で、やっぱ博多でこの縫い物時間店のチラシをお配りするっていうのは、ちょっとね、どうしても行けないし、難しいなと思って、今回やめようと思ったんですけども、もうごめんなさい、フェルケーターの方が、何人かね、いらっしゃるってもう事前に分かってたので、その方たちにお渡しできればね、この、手袋うさぎのね、このイラスト、私が一人でモヤモヤしているこのイラストの、チラシをお渡しできればなと思って、持って行って、直接ね、お渡しさせていただいて、嬉しかったなという感じなんですけど、今日はね、そのフェルケーターさんのお話をね、させていただければなというふうに思うんですが、昨日はね、要は2人のフェルケーターさんがいらっしゃってくださって、で、フェルトートっていうね、四角い5センチの中に、ご自分のね、好きな刺繍をしましょうっていう、まあ、ものがあるんですけど、それをね、知ってくださった方がいらっしゃって、そのフェルトートをね、お二人とも持ってきてくださってたんですよ。で、お一人は、マックスさんっていう、SNS 上のお名前の方なんですけども、その方が、5センチの中に、ご自分のお名前のイニシャルと、あとは、下ぐらいのところにね、うさぎが覗いてるみたいな感じのものがあったんですけど、それを作ってくださった方で、
で見せていただいたんですけど、でもね、本当可愛くて、やっぱり実物見たら、でなんかご本人はもう全然こういう目がもうボコボコなんですよとかっておっしゃってるんですけど、もう全然可愛くって、その発想がね、そのうさぎさんが四角い窓からこっちを覗いてるみたいな感じの発想がね、本当なんかこうクスッとしちゃうっていう感じがあって、本当に可愛かったですね。で、まだね、インスタグラムには載せてないんですけども、2人でね、写真も撮らせていただいたので、どっかで載せさせていただこうかなというふうに思ってます。で、もう一人の方が、ノウマルさんという方で、その方はですね、すごくね、逆に引き算の美学っていう感じで、その四角いをカメラがなっている、四角いね、ボックスの中に、本当にシンプルなね、横のラインだけをこう、下の方に何本かこう、ちょっと色を変えてね、刺繍をするっていう感じだったんですよ。で、その後ろ側にご自分のそのイニシャルをちょっとこう上の方にこう刺繍されててっていう感じで、それもね、シンプルでめちゃめちゃ可愛くて、で、意外となんかこう刺繍とかしてると、どんどんこう楽しくてこうしてっちゃう感じがあるんですよ。だけどそれを、あ、ここまでにしとこうってこう止めるね、なんか潔さっていうかね、なんかこう帆布のこの布の良さもまあ生かすみたいなね、感じのところがね、やっぱすごく素敵だなというふうに思って、で、ノーマルさんも、もう全然もうなんかもう、なんか目が、なんか荒くってとかおっしゃるんですけども、めちゃめちゃやっぱ可愛くって、で、なんか本当にご本人の雰囲気にまた合っててね、すごい良かったですね。で、なんかその、ちょっとしたこう小物を入れたりとか、ご本人はこう本を読まれる感じなので、ちょっとその読んでる本をそこに入れるみたいな、こう専用の袋にしてくださったりとかして、めちゃめちゃ重宝してますっていうふうにおっしゃってくださったので、なんか本当ね、やっぱ良かったなっていうのを思ったのと、あとやっぱ一番嬉しかったのが、そのね、フェルケーターさん同士がそこで、こう、ご挨拶をね、こうするっていうか、まあ私がね、一緒に3人でお話をさせていただいて、なんかもう盛り上がって、あ、これ見たなんかイニシャルのやつですよね、とか、なんか、あ、これなんか見ましたの、ライブのやつですよね、みたいな感じで、なんかね、そのお二人がこう話してる感じがね、なんかこう、まさに類は友を呼ぶじゃないけど、すごくこう、自分のためだけのものでこう作った方たち同士が、なんか、もうそれも可愛い、あれも可愛いみたいな感じで、でもやっぱり自分のが一番可愛いみたいなね、ちょっとこう、そういう感じがね、すごい良くって、だからなんか、なんていうのかな、ほんと小さな、こう、つながりかもしれないけど、なんか私はやっぱり、こう、嬉しいなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、ガズレレみたいにね、こう、大きな、まだつながりにはなってないけども、なんか、ガズレレを通して、またね、その中の一つ小さなつながりっていうのがこうできていくっていうのはすごいいいことだなというふうに思って、で今日ガズさんもラジオでガズピアノをね、なんかどうやったらこうもうちょっとみんなにこう楽しんでもらえるかなとかっていうのもあったと思うんですけど、やっぱり本当にガズレレっていうその大きなこう輪っかっていうかね、輪を通して、その中に小さい輪がね、こういろんなのが少しずつできてるんだなっていうふうになんか思うと、なんかその中の一人でね、こういられるっていうこととか、あとそのフェルケーターさんとかもその輪の中にこう入ってきてくださるとかっていうのがね、なんか毎日毎日やってることは確かにね、こう地道なんだけども、なんかやっぱいいなって、こういう時にちょっとふとね、やっぱいいなっていうふうに思ったりするので、すごくこういい博多だったなっていうふうに思います。でもちろんそのガズレレのイベントもね、今回はですね、面白い試みがあって、そのプロテクターでね、楽譜を写して、もうみんな、こう、思いっきりこう弾けるみたいな感じで、ガズさんと顔を見合わせながら弾けるみたいな感じがあって、こう、私はね、手ぶれしながら、まあ一生懸命やったんですけど、なんかそのね、こう、なんていうのかな、それもあんま上手じゃないんですよ。上手じゃないのもまたそのネタになるみたいな感じでね、結構面白くって、だから、まあ渋谷でもね、なんかそんなことが、こう、起こるのかなと思ったりもします。なんで本当に、やっぱり旅っていうのはね、こう、旅っていうか、こう、リアルに、ガズレレのファンの方とか、あとドMの時間のファンの方に合わせていただくっていうのは、本当にいいんだなっていうふうに、まあ、今回もね、つくづく思いました。で、そのね、お二人以外の方も、ドMの時間、こうフォローしてますとか、私もドMのちゃんとやってますとかね、なんかそういう方が何人もいらっしゃってくださって、本当に、ね、嬉しかったです。雷がすごい。今日ね、糸島行ったらね、一回思いっきり雨に降られて、で、一回避難して、で、またカンカンでになんか帰ってきたんですけど、今日実はなんか曇り雨だったみたいですね、お天気が。だけど、糸
糸島のその多分動画を見たら嘘でしょっていうぐらいすごい天気いいんで楽しみにしていてくださいっていうのと、あともう一個、今日ね、この旅に行きながらも私も一個寝物時間の正式な方のね、ラジオじゃなくて正式な方の動画を簡単クッション作り、簡単クッションカバー作り2023年編っていうのをね、アップしてますので、夏に向けて、夏のこう、ちょっとクッション買いたいなとか、なんかこう自分でね、買うんじゃなくて、クッションカバー作りしてみたいなっていう方、ぜひぜひ簡単にできちゃうんで、チェックしてみていただけたら嬉しいです、という感じです。で、今日は月曜日、明日ね、帰る予定なんですけども、またもう梅雨も明けてね、博多も本当暑いんですけども、まあ、南信州に行ったら、同じように暑いかなと思うんですが、やっぱ夏はね、楽しんでいきたいと思いますので、また素敵な一週間を皆さんで一緒に過ごしていきましょう。ということで、こずらじでした。ありがとうございました。